DJ ネオの情報がいろいろと出てきました。はい、どうもサラクールです。今日は2020年8月13日火曜日になります。今日の話題もなんですが、まあ、DJI ネオ、まあ、間もなくですね、あと1週間ほどで出てくると言われてるんですけども、いろいろとですね、X の方で DJI リーカーからいろいろと情報が出てきました。今回ですね、そちらの話をしていきたいと思います。その前に私のチャンネルを PR をさせていただきます。私のチャンネルはドローンチャンネルとは別に旅チャンネルを起こしておりまして、サラクーのチタビチャンネルというチャンネルを起こしております。こちらのチャンネルは私サラクールが楽しく喋りながら旅をしているというようなチャンネルになっておりまして、今チャレンジしているのが徒歩で千葉県一周というところをチャレンジしております。まあいよいよですね、千葉区の花咲出発ということで、まあ野田方面に歩いてるんですけども、こちらの方のですね、動画を上げております。また単発なんですが、こちらですね、京成電鉄の市川真間駅という駅があるんですけども、こちらの方ですね、母の日限定でちょっと面白いことになってましたので、そちらを見に行った動画とか、あとですね、成田空港のシャトルバス、こちらが25キロで300円という破格のバス路線があったので、そちらに乗ってみた動画とか上げております。こちらのですね、サラクーのチタビチャンネルの方は、この動画の概要欄のトップのところにこのリンク先貼っときますので、そちらから遊びに来ていただいて、もしよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。以上、PR でした。はい、ということですね、ドローンの話題に戻りたいと思います。まあ、DJI ネオがですね、まあ、出てくると思われるのが、2024年の8月20日なので、あと1週間ほどになりました。でですね、やはり、X の方では DJI リーカーの方がいろいろとですね、情報をさらに出してきましたので、そちらの方ですね、皆さんと情報シェアの方していきたいと思っております。では早速なんですけども、ジャスパーエデンズがポストしてきた内容を見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはジャスパーエデンズという DJI リーカーからの情報になります。DJI ネオのですね、こちらの方の情報が出てきておりまして、まあいろいろとですね、こちらの方にはスペック情報が載っているということになっております。まあこちらの方ですね、英語なんですけども、ちょっとですね、読んでみたいと思うんですが、まずはこちらの方ですね、手のひらでテイクオフができるということが書かれております。さらに AI トラッキングになってまして、でですね、クイックショットが6つあります。あとですね、マルチプルコントロールオプションズもついていまして、で、静止画の方が12ギガバピクセルの写真が撮れます。あと動画の方が 4K の動画が撮れるということ。あとですね、簡単なコンテンツが作ることができますよということですね。あとは安定した飛行。あとですね、飛行時間が18分ということです。で、ボイスコントロールがついてまして、でですね、便利な充電もありますということです。あと、重さの方が 135g のドローンということになっております。今のところ日本仕様というものはちょっとね、情報としては出てきておりません。もしかしたら DJI の方が 100g 未満の方のバッテリーをですね、出してくる可能性というものも、まだちょっと希望はあるんですが、ただ残念ながらですね、今のところは 135g で出していくというところになっています。日本の技的の方は取られているので、日本で発売されるのはほぼ間違いないんですけども、まあ残念ながらですね、まあ 135g に出てきた場合は、日本の場合は無人航空機扱いということになります。これがですね、まず一つ目になります。で、二つ目がこちらですね。こちらの方は Amazon 経由でリークされてきたものになってきております。まあこういう風なものとか、あとですね、こういう風な写真と。いうものが出てきております。内容は先ほど見たものと同じものになっております。で、最後なんですけども、こちらはどうやら特許の情報ということで、こちらの方リークされてきております。どうやら Hey, Fly という風なコマンドをやると、まあ、自動的に手のひらから離陸して、まあ、ドローニーとか含めた6つの動画の撮り方をですね、してくれるようなことみたいです。
なので、Hey, fly という風に音声入力コマンドとかすると自動的に飛び立って、ドローンとか含めた6つの撮り方をしてくれるということがですね、ここには書かれております。まあ日本の場合は Hey, fly という風な言い方をするかどうかちょっとわからないんですけども、まあ Hey, fly という風な命令をするとですね、自動的に飛んでくれるというようなことがですね、ここには書かれております。ちょっとですね、どういう風な命令で飛ぶかというところは、実際 DJI NEO のティザーとかですね、あとは、まあ DJI の公式から出てくると思いますので、そこのところですね、またそちらの方ですね、話していきたいと思います。これがですね、まずジャスパーエレンズから出てきた X の投稿になります。あともう一つですね、クアドロニュースが出してきた X のポストの方も見ていきたいと思います。はい、まず一つ目なんですけども、まあクアドロニュースが X でポストした内容なんですが、まあ、間もなくですね、ティザーが出てきますよということで、まあ、こちらの方のリーク写真を出してきたということで、まあ、DJI NEO ということで、まあ、こちらの方の絵がですね、出てきております。まあ、間もなく出てくると思います。あとですね、7日ほどなので、もうそろそろしたら DJI の公式からティザーの方も出てくると思われます。で、2つ目のリーク画像なんですが、こちらになります。これはですね、説明書の一部だと思われます。まあ、こういう風なリーク画像を出してきたということで、手のひらからこういう風に飛ばしますよということがですね、出てきております。あと少し見えるのがですね、モデル名とかがですね、ちょろっと出てきてまして、DN1A0626 というようなモデル名ということになってますし、あとは使われる周波数ですね。日本ではこの 5.8GHz 帯とかは使うことはないと思うんですけども、日本でも対応するように、まあ、2.4GHz 帯でも使えるものになっております。まあ、こちらの方は DJ の方で技的の方を撮られているということが、以前の DJ NEO のパッケージ写真に技的マークついてましたので、2.4GHz 帯でですね、日本の方で飛ばせるということになるかと思われます。はい、ということですね。二つ目がクアドロニュースが出してきた情報ということになります。以上となります。はい、いかがだったでしょうか。まあ、DJI NEO の、まあ、スペック情報とかもかなりですね、明らかになってきましたし、あとですね、やはり手のひらに乗せて、で、そこからですね、命令、まあ、Hey, fly みたいな形で飛ばして、で、自動的に撮影モードに入ってくれるというようなですね、ドローンみたいです。あと前回でも話しましたけども、DJI ゴーグルズ3にも対応してますので、FPV 撮影もできるということで、DJI アバター2よりか一回り小さくなるということから、まあ、FPV 界隈の方もですね、かなり注目しているドローンということになっております。ただ残念ながら、重量の方が 135g ということなので、無人航空機扱いになる可能性がとても高いです。日本仕様、昔ですね、日本仕様として、まあ、DJI ミニが出た時に 200g 未満で出てきました。当時の日本の場合はですね、200g 未満のものが無人航空機扱いから外れるということになってましたので、DJI の方が 199g 出してきたことがありました。ただしですね、まあ、そちらからですね、まあ、日本の方がさらに厳しくなって、今無人航空機扱いが 100g 未満ということになってますので、ちょっとですね、まあ、バッテリーとか削って日本仕様として出してくるかというところはですね、ちょっとまだわからないところなんですけども、もし仮に出てくるとちょっと激アツなのかなと思っております。技的の方は取られているので、日本で出てくるのはほぼ確実なんですけども、まあどうなんですかね。ちょっとね、そこら辺のところは全く情報がないので、これからどういうふうに形で出てくるかというところはですね、まあ、注目していきたいと思います。ただ DJI アバター2よりか一回り小さいということで、そこら辺はですね、FPV 機としても飛ばしやすいということで、小回りが効きやすいというところはありますので、そこはですね、かなりいいというふうに思っている方も結構いらっしゃるようです。まあ、あと1週間というところで、もうちょっとしたらですね、さらに細かい情報も出てくると思いますので、まあ、注目して見ていきたいと思っております。はい、ということですね、今日の話題は以上となります。このチャンネルはこのような話題とか、ドローンのノウハウ、新製品のレビューとかを行ってたりします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、通知ボタンの方、オンにしていただくとありがたいです。チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローンを飛ばしましょう。以上、サラクでした。さよなら。バイバイ。